ご視聴ありがとうございます。今回は栄養満点のほうれん草を使って簡単料理を作りました。今日の材料、ほうれん草 1/2 袋、適量ハーフベーコン8枚2パック、コーン適量。まずはベーコンを 5mm くらい間隔で切っていきます。ベーコンが切れたらほうれん草を切っていきます。よく洗ってから根元を切り落としていきます。根元を切り落としたら3等分くらいに切っていきます。次にバターを 20g くらい用意しておきます。20g くらいって言いましたが、お好みで調節してくださいね。フライパンを温めます。中火。サラダ油適量。油が温まったらベーコンを軽くで良いので炒めていきます。軽く炒めたらほうれん草を入れていきます。ほうれん草はひんやりするまで炒めていきます。大体ほうれん草を入れてから1から2回あれば十分です。ひんやりしてくるので、しんなりしてきたらコーンの適量を入れていきます。軽く絡めたら調味料を入れていきます。塩コショウ適量。バターフライパン全体に溶かしていきます。あとは全体に絡めて完成。火を止めます。お皿に移します。ベーコンとほうれん草のソテーの出来上がり。とても美味しいので試してみてね。